はい、ということで皆さんこんにちは、ゆうです。今日からね、5日間ファンガトに行ってきます。で、今ね、18日ですね。で、21日に、フルムーンパーティーがあるんで、まあその間ね、ずっとゆっくりできるんで、まあ、ファンガトでゆっくりして、で、そうですね、21日にね、ぶち上がろうと思ってね、バイブスをね、感じてこようかなと思います。ということで、まあね、今ね、バス乗り場でチェックインしてね、まあ今日はね、格安なんで、もうバスの方がね、実際楽なんですよね。なんか空港行って荷物検査してとかね、まあ、そういうのがないんで、今回はね、夜行バスでね、行ってきます。まあその工程とかもね、見せていければなと思います。ということで、2日間楽しんでいきたいと思います。ということで、レッツゴー。やばいです、もうみんなめちゃめちゃ並んでますね。で、今回乗るのがこの会社ですね、ランプライアーみたいな、まあ、なんて読むかわかんないですけど、まあ、この、ね、会社で、バスとフェリーがセットになった、ね、プランがあって、まあ、これだったら1300バーツぐらいで、ね、まあ、安く行けるんで、まあね、今回はこれに乗って、まあ、もうそろそろ出発なんで、まあ、チェックイン済ませたんで、まあ、ゆっくり待って行きたいと思います。うわ、やべえ、マジで人えぐ、これ全員乗るからね。いやー、多分結構満員っぽいですね。やっぱみんな行くんですね、フルムーンパーティー。もうほんと8割9割欧米人かなと思います。いやー、バイブスアゲアゲで行きましょう。はい、ということで5時間シッターですかね。いやー、寝れない、うん、注射のせいでやっぱ体調もそんなに良くないんで、うわー、早く寝たい、うん、いや、まあ普通にね、注射打ってなかったら全然余裕だったんですけど、なかなかしんどいですね。はい、ということで無事に到着しました。いや、7時間ぐらいですかね。長かった、きつかった、まあ、ここからね、また3時間フェリー乗るんで、まあ、今待ってますので、まああともうちょいですね、まあ、気合で乗り越えたいと思います。はい、ということで2時間ぐらい待ちましたかね。で、ようやく出港するということなので、はあ、やっとだ、疲れた疲れた。いや、いいですね、もう南の島感が出てていい感じです。そこから釣りしてますよ。シート座りました。ここは普通の一般席で、まあでもあと野外で外とかあるんですけど、まあね、もうこっちの方がゆっくりできると思うんで、まあ、こんな感じですね。レオ、レオ、レオ、Yeah。 What the name hotel? レオ、レオホステル、レオ、レオホステル。Hello。 Oh man。 No, thank you。 No。 はい、ということで着きました。ついにパンガン島。なんかここから乗り合いバスが出てるみたいなんで、それに乗っていこうかなって思います。あ、多分あの辺いっぱいあるっすね。多分あの辺の車が全部、そうですね、乗り合いバスみたいな。桟橋降りてすぐのとこにね、ちょっと歩けば行けると思います。行ってみましょう。はい、ということで、おはようございます、ゆうです。で、昨日ね、宿に到着して、で、まあ、ゆっくりしてるんですけど、昨日ね、やっぱ駐車の影響もあってずっと寝てましたね。まあ、ここね、どこにあるかっていうと、レオホステルっていう、あとパンガンアリーナホステルかな、うん、なんかそういうホステルに泊まってます。まあね、噂では聞いてたんですけど、めっちゃパリピっていうことを、ね、聞いてたんで、まあちょっと覚悟してきたんですけど、まあ想像以上にやっぱりパリピですね、うん、まあでもせっかくね、パンガンに来たんで、やっぱりそういうパーティーアイランドなんで、バイブスを感じようと思ってね、まあ、思い切って来たんですけど、まあアウェイですね。まあでもね、
こうやってあのバーとかあって、でこうやってゆっくりできるスペースとかもあって、あのユーロとかね今合ってるんですけど、ユーロもねタダで見れたりするんで、まあまあいいかなと思います。はい、まああの言うて、あの本番は明日なんで、うん、まあ明日まではねこんな感じで編集しながら、ビール飲みながら、プール入りながらね、ゆったりしたいと思います。でなんかね、タイフードだったら70バーツとかで食えるんで、でウエスタンフードだったらねちょっと高いんですけど、もうねここだけで完結しちゃいますよ。雰囲気もめっちゃ良くて、はい、ということでフライドライスをねオーダーしました。これで7品28、まあ280円300円ぐらいですね。まあまあ食べてみたいと思います。うん、これはうまい。これで300円ならいい、めっちゃ。いやー暑いですね、ほんと。いや、ぶっちゃけもう暑すぎてプール入りたいんですけど、もうね周りがねパリキすぎてね、もう30年生の一人でプール入ってるとね、やっぱ周りの目とかもねずっと気になって入れないです。やっぱシャイなんで、やっぱそういうとこ日本人だなと思うし、ぶっちゃけあのね、あの動画とかでね英語使ってワイワイ楽しくパーティーしてますみたいな、なんかそういうのを上げてる人とかいると思うんですけど、ぶっちゃけ無理じゃね。ぶっちゃけその楽しい時だけね、楽しい部分だけその動画に収めてて、で現実多分めっちゃこんな感じだと思うし、まあ雰囲気は楽しいですけどね。あ、でもぶっちゃけやっぱ日本人だなと思います。レーザー大きくなったらじゃあ夜でも撮れる。そうですね、うん、選べるんですね、その。あ、そうそうそう、メニューいろいろとあって、でも今の入れてチャミツルだって、はいはい、チャミツルはちょっとな。うわーやば、強そう。はい、ということでパンガントステイ Day3 ですかね。まあね、ちょっと ホステルから移転して、あのめっちゃ高級なホテルに今来てます。っていうのはね、なぜかというと、ちょうどね、あの偶然あの YouTube を見てくれてるその視聴者っていうか、まあでもぶっちゃけあのそのカナダからね、あの見てくれてる人がいて、でちょうどロンドンのね、あのワーホリも被ってたと言ってね、あのメッセージくださった人がいて、であのね、ちょっと紹介したい人がいるんですけど、あのゆうたくんが、こんにちは、あのちょっとゲストに来てます。ありがとうございます。でね、あの、まあ、ゆうたくんはね、まあ、あの直接会ったことはないんですけど、もうぶっちゃけあのタイであの初めてこの前飲んでね、あのくれた人で、であのメッセージくれて、あの来てもらいました。でなんかちょうどパンガン島のね、フルムーンパーティー今ちょうど当日なんですけど、あの来てくれて、で来てもらって本当にありがとうございます。こちらこそ、ずっとカナダから一緒のワーホリ一緒で、であのね、ロンドンでもね、あの共通の友達がいて、でも会うだろう会うだろうと思って、で一回も会わなくて、でもあの東南アジア、こうタイでねようやく会うことができて、で今ちょうど2人なんですけど、あの仲良くしてもらった。本当はまあね、ちょっとねぶっちゃけあの歩いてきたんですけど、あの まだね、あのそんなに盛り上がってないということで、ゆうたくんがねあのステイしてるホテルであのステイさせてもらってます。でこっからあのね本格的にあのパンガン島の、フルムーンパーティーをねあの盛り上げていこうと思うんですけど、頑張っていきましょう。お願いします。ということで、いきます。ゆうたくんがね、ちょうどその泊まってるホテルがちょっとえげつなくて、これですよ、四つ星ホテルじゃないですか、もうマジで。で一泊いくらですか？8000円。8000円でこれですよ、このえぐいプールとかついてるホテルがなんか8000円で。はい、ということで夜の10時になりました。まあ、今からね、あの本格的に盛り上がるっていうことで、早速行ってこようと思います。こういうとこで、
ペイントとかねしてなんか盛り上げていくらしいですね。あれペイントする？ペイント後でもうちょっといい感じで寄ってきたらやろうかなと思うんですけど、まあ今のところね、なんかね、あのホテルとかによってはあのなんか罰金取られるみたいなね、汚したら罰金取られるみたいな感じなんで、まあ、僕が泊まってるホテルがあのめっちゃ格安のホテルなんで多分取られちゃうんで、あのとりあえず一旦こういうね映像だけで見ていきたいと思います。でね、多分あのここが入り口なんですけど、あの200バーツね、ここであの請求されるんで、あの僕らはもう払ってるんで、あのそのまま突き進んでいきたいと思います。ビーチに近づけば近づくほどあのこういうバケツとかね、あのビールが高いんで、あのこういうところでね、あの入り口ら辺で買うのがね一番いいかなと思います。ということでバケツウォッカー、名物のねあのバケツウォッカーを入れていきたいと思います。行きましょう、はい、ということで買いました。バケツこれで600円ぐらいですね。あ、600円ぐらい、600円ぐらい。あの入り口だとやっぱ安いですね。もうこのビーチに行く途中からね、やっぱいろいろ露店とかお酒とか、うん、いっぱい並んでて、ああやばい、さっきよりマジで人が多い。うわー、さっきより全然人が違うな、盛り上がってる。I like your thunder. It's not mine. Ah, really? Yeah, but yeah. Thanks, bro. Thank you. Thank you. Yeah. The one is really cool. Really good. No, that's yeah. じゃ絶対経験できないような経験できて
いやー、おもろかったっすね。いや、もう多分一生来ることはないだろうと思うし、いやー、よかった、なんかいい経験できたなと思います。ただ僕はもう二度とこういうとこはもう嫌だなって思いました、やっぱ、まあ楽しめない一人じゃ、この桟橋のとこも散るいですね。はい、ということでフルムーンパーティーが終わって今2日目ですかね、昨日はねもう何もできずにもうずっとね寝てました。でもう ホテルちょっともう落ち着いたとこ撮りたいと思ってねもう移動してきました、いやーやっぱねカオスでした。楽しかったです。まあ楽しかったし楽しかったけど正直ねやっぱ日本人のやつがやっぱ一人で来るもんじゃねえなと思いました、正直で 100% 楽しめたかって言ったら別にそんな楽しめなかったですけど、まあでもいい経験になりましたね、このクレイジーでカオスなパーティーはね。ということで、まあ、まずはね、まあ、今から、市場に行って飯食いたいと思います。はい、ということでパンティップマーケットっていうところにね来ました。まあ、ここはねなんか一番でかいマーケットみたいで、まあいろいろね飯つまんでいきたいと思います。行きます。めちゃめちゃ店がいっぱい並んでますね。わあ、マジで寿司もピザもタイ料理も何でもあります。何食おうかな、迷うな。こちらの店でまずはチキン購入ですね。25バーツ、まあ安いね。ここもめちゃめちゃ安いですね。エビフライとか60円とか1本買おう。はい、ということで屋台でね、まあ、惣菜たちとビールを買ってきました。まずはいただきます。思ってた味がシシャモみたいな。エビフライ、ちゃんとエビフライ、一番うまい。わわ、はい、ということでまあね、明日からまたバンコク戻ってで、2、3日過ごしてね、もう一回駐車とかあるんで、まあ、そこからね、ラオスに向かいます。一人じゃね、結構厳しかったですね。ちょっとまあでも、しっかりね、このパンガンと生活できてよかったし、まあ、なんとフルムーンパーティーをね、経験できたっていうのは面白かったし、めちゃめちゃ良かったです。ということで、まあ、大変はいかがだったでしょうか。まあ、正直ね、微笑みの国であんまり微笑めてないっていうのがね、現状ないですけど、まあでもね、よかったです。で言うてもね、また明日からバンコクで数日で、東南アジア一周終わった後にまた最後はバンコクでまた数日過ごす予定なんで、また帰ってくるんですけど、まあ多分大変はこの辺で終わりにしたいと思います。ということでぜひね皆さん、応援よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food.